高いジャンプ力で観客を魅了するカマイルカ。その名前はこの鎌のような背びれから来ています。遡ること去年5月、メスのカマイルカのサンゴとヒカリの繁殖計画が始まり、その半年後にはマリンワールドとしては初となるカマイルカのダブル妊娠が確認され、喜びに包まれました。現場の指揮を取るのは木下勝利さん。マリンワールドのイルカ歴20年を超えるベテラン飼育員です。日本の水族館の中でもバンドイルカに比べると圧倒的に出産例も少ない。マリンワールドでもカマイルカの出産は初めてになりますので、何が起こるかわからないというところで、これから準備を進めていきたいなとは思ってます。国内で飼育中のカマイルカの出産はこれまでに52例ありますが、子供が1歳以上に成長したのはわずか22例。さらに2頭のようなウイさんの場合、木下さんによればその成功率はわずか 10% ほどだと話します。生まれくる命のために育児放棄などに備え、人工ミルク作りの練習にも取り組み、一丸となって出産までの準備を重ねてきました。そんな中、サンゴの出産を迎えます。あ、頑張れ、めっちゃ息んでる、頑張れ、もう出そう、頑張れ頑張れ、しかし子どもの頭が外に出ず呼吸ができない状態に。頭だけが引っかかって出てこないんですよ。でちょっと介入しようかと思ってます。スタッフがプールに入り子どもを取り上げます。呼吸を上げろ。泳ぎよる？呼吸しよる？してないですね。してない？はい。懸命な蘇生を行うも、サンゴの子供が息を吹き返すことはありませんでした。気持ちとしては不可解な時もありますけど、人間、我々としてどうしようもない時もありますので、その辺はしっかり受け止めて次につなげるということが大事かなと思ってます。2人ぐらい、はい、カッパ来てた。サンゴの出産からちょうど3ヶ月、光の出産が予定よりも2週間近く早くやってきます。この日はお盆明けにもかかわらず、ショーは立ち見が出るほどの盛況ぶり。スタッフはショーの一つ一つに集中し、観客に喜んでもらいながらも、すぐ隣のプールで進む新しい命の誕生に緊張感を高めていました。時間が経つにつれて見え始めた赤ちゃんの体の一部。しかしここで問題が。逆子の可能性が高いと、先に呼吸孔が出てしまいますので、そこから水を飲んでしまう可能性が高くて、やっぱり溺死の可能性が。本来は尾びれから出てくるイルカの赤ちゃんですが、今回は頭から出てくる逆子の状態で、スタッフも心配そうに見守ります。生まれてすぐの子供がもう心肺停止だった時に使う薬の準備です。ウイザンというのもあって、逆子なので結構スムーズに出てくれないと、またちょっとへその緒が切れてから呼吸までの猶予がなかったりすると思うので。
OK。 はい、はい、泳ぎよろ泳ぎよろ OK、 OK、 35分こっきり。夕方5時半過ぎ、ついにメスの赤ちゃんイルカが生まれました。マリンワールドとしても県内としても初となるカマイルカの赤ちゃんです。光も子供のそばに駆けつけ、よちよちと泳ぐ赤ちゃんを必死にサポートしていました。嬉しい反面ちょっと怖かったんですよね。最初沈んでるってみんなが言うからびっくりしました。そうです、無事成功ですね。はい、連れて行けばいいんです。翌朝水族館を訪れると、仲睦まじく泳ぐ親子イルカの姿が。出産から一夜明け、元気な姿を見せていました。しかしその3日後、スタッフのもとに思いがけない連絡が。どうも排便っていうかミルクの消化が多分悪くなったんじゃないかなと。本当にもう急変、職員みんなには言ってるんですけども、落ち込むんじゃなくて、ひかりちゃんのこの良かったところ悪かったところを次につなげて積み重ねて反省したりして、やっぱりやっていくしかないのかな。来年に向けて準備を進めたいと語る木下さん。難しい繁殖に挑戦し続ける理由を最後に話してくれました。10年以上先のことを考えると、今のうちにそうやって今まだ生産率が低いものをしっかりと上げれる技術っていうのは持っておく必要がやっぱりあるんじゃないかな。お客様にはやっぱり海のその素晴らしさとか動物の良さっていうのを知ってもらいながら、海に興味を持ってもらって海を大事にしなきゃいけないとか、そういった気持ちになって水族館を見た後思ってくれるような人がたくさん増えればいいかなと思ってますので、もう一度チャレンジしたいと思ってます。